はい、皆さんこんにちは。小山翔平ベースボールチャンネルです。今日はですね、岡本選手をサードにしてウレーニャ選手を一塁で起用するという記事がね、出てましたんで、それについてね、深掘っていこうかなというふうに思ってます。まず最初に、まあ、結論というかね、僕の意見を言わせていただきたいんですけども、僕は、岡本選手を三塁にして、ウレーニャ選手を一塁で、まあ、スタメンで、まあ、4打席使うってことは、まあ反対というかね、うん、あまりいい案ではないんじゃないかなっていうふうに現状ね、僕思っております。はい。でですね、まあまあ、どういうことかわからない方いらっしゃると思うので、ちょっとね、経緯というか、詳しい話したいと思うんですけども、まあ今日からね、交流戦が始まりますと。で、セリーグの主催のゲームであれば、いつもね、ジャイアンツが行っている通り、DH がないと。いうようなゲームになってます。だから今日からのソフトバンクとの試合っていうのは東京ドームで、巨人が高校というかね、主戦のゲームですので、まあ DH はないと。で、金曜日から西武かな、ライオンズと試合をするんですけども、そちらに関しては、パリーグの球場でやるという形になるので、まあ DH 制がね、導入されるという形になってますと。で、まあ今日の話はですね、まあ DH 制が導入されるようなパリーグの主催のゲーム、交流戦でのね、パリーグでのゲームの場合に、よるというところです。はい。まず記事にあったのが、DH を、まあ、ベテランの、まあ、休養枠にしようかなという内容と、まあ、それに伴ってですね、岡本選手をサードに、まあ今ファーストですけども、サードにして、で、ファーストが空くので、そこに、ウレーニャ選手を入れるっていうようなね、記事が書かれてましたと。で、実際まあこれは安倍監督の口からね、おっしゃったような感じで、記事が書かれてたので、多分本当におっしゃってると思うんです。おそらく放置から出てたと思うんで、多分本当の話だと思うんですけど、で、まあいろいろ X とかね、Twitter とか、まあいろいろ記事のコメントであったりとか、いろいろ僕も見まして、まあ皆さんがどういったところに怒ってるのかなっていうところを、まあ分析しましたところ、どこに怒ってるかっていうのが分かってきたんでね、それもちょっと説明したいんですが、まず DH を、まあベテランの休養枠でっていうお話今しましたけども、そこに関しては皆さんね、全然、何とも思ってないみたいなんですよ。で、というのも、やはり、今、ジャイアンツでは、まあ、めっちゃ打つ選手がいないというか、もう、打に特化してる選手があまりいないっていうところ。去年で言うと、まあ、ウォーカー選手とか、中田翔選手が、まあ、打力はあるんだけど、ポジションの関係でなかなか試合に出れなかったっていうのがあったんで、じゃあ DH 誰になるってなったら、じゃあウォーカーだよね、とか、中田翔だよね、みたいな感じでなってたと思うんですけども、現状、まあ、ジャイアンツのスタメンであったりとか、ベンチにいる選手を見てると、まあ、そういったね、去年でいうウォーカー選手であったりとか、中田翔選手みたいな感じの選手はいないので、まあ、ベテランの休養枠に なるっていうのは僕はいいのかなっていうふうに思ってるし、みんなもね、皆さんも、そこに関しては全然反論はなかったんですよ。で、岡本和真をファーストからサードにやるっていうのも、まあ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 って感じですね。まあ反対してる人もまあいるんですけども、まあそこまでめちゃくちゃ反対、してる人っていうのもいなかったですし、まあまあまあって感じで、まあやるんだったらいいよっていう感じだったんですよね。ネットの声っていうのは。なんですけども、一番批判があったのはここですね。岡本選手をサードにやった場合、まあ一塁が、空くというところで、ウレーニャ選手をそこにファーストに持っていくっていうところに関してめちゃくちゃ批判があったんですよ。なんでウレーニャやねんと。代打で出てくるのはまだしも、スタメンで出てね、3打席、4打席、ウレーニャを立たすのが、それはどうなのかっていうところの議論が結構ね、批判というかね、あったんですよ。で、まあ僕も、まあそこまでめちゃくちゃ怒ってるかって言ったら、そうではないんだけど、まあここの、ウレーニャをファーストでスタメンで使うっていうところは、ちょっとね、どうなのかなっていう意見ではありますと。で、まあいろいろ選択肢を見ていこうというふうに思ってまして、で、じゃあ、どういう、なんていう、ウレーニャ選手をファーストにやらないんだったら、どういうオプションというかね、選択肢があるのかというところを見ていきたいんですが、まあ僕、この間動画出させてもらったんですけど、まあ大城選手とかをファーストにする。まあこれも僕も、別に大城さんを、大城選手をそのファーストにやった方がいいって言ってるわけじゃなくて、
こんだけ打てなくて、もうどうしても点が取りたいって言うんだったら、一塁にやるっていう手もありなんじゃないかっていうスタンスでお話しさせていただいたんで、まあ、秋広選手であったりとか、まあ、大城選手をファーストにやるというオプションは、皆さんのね、声の中でも批判っていうのはあまりなかったというところですと。で、まあ実際、秋広選手は、去年ね、ファーストで試合出れたこともありますと。まあ大城さんはファーストで出たことはあんまり、そこまで、ないんですけども、まあ多少練習とかもしてるという噂もありますというところで、まあ、ウレーニャ選手のファーストの守備力と、秋広選手、大城さんの守備力比べると、確かに多分、ウレーニャ選手の方が守備力はあると思うんですけども、じゃあ実際誰が打つってなったら、ウレーニャ選手が一番打つっていう確証は全然ないし、うん、っていうところで、まあ、すごく、まあ、ちょっとまあ、難しいところなのかなっていうところ、まあ、守備力をすごく重視してるっていうのがあるので、アベジャイアンツはね。そういったところで、まあ、ウレーニャ選手を一塁にやるっていうのも、まあ、僕はあまり、いい案だとは思わないけど、そういったところも守備力をっていうところを言うんだったら、まあ、100歩譲ってあるのかなというふうに思いますと。じゃあ、そもそも岡本選手を、ファーストから動かすのは嫌だっていう意見もあったんですよね。で、実際、僕もね、この間大城さんをファーストにした方がいいっていう意見を言いましたけども、本音を言えばね、ほんまの一番底、心の中の一番奥底のことを言うと、結局、守備位置ってあんまり変えたくないんですよ。変えたくないし、選手からしても変わりたくないと思ってるんですよ。うん、なぜかっていうと、やっぱり、いつもね、見慣れた景色で、まあいろいろ、ね、そのポジションに対して思い入れもあるし、経験もあるし、そこでね、いろいろ感じたこととかもあるんだ、あるし、そこで練習してきた、上手くなってきたっていうのもあるから、それをね、ポン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 変えられると、やはり、ペース狂うよねっていうところがあるんで、僕も根本には、守備位置をあまり変えない方がいいという意見は、マジで持ってます。はい。で、じゃあ、岡本選手を一塁のままにして、坂本選手を、まあ、DH とかにした場合、どうしたらいいのっていうお話もあったりとかするんですよ。で、僕の意見はですね、じゃあ、出口選手をサードにして、門脇選手をショートにしたらいいんじゃないか。まあ、もしかしたら逆もありなのかもしれないけど、そういうことをしたらいいんじゃないかっていう、単純にね、思うんですよ。で、だったらその打力がそんな上がらないじゃないかっていう意見あるかもしれないですけども、でも結局、ウレーニャ選手がファースト出ても打つ確証はないし、うん。まあみんな、誰が出ても打つ確証はないんだけど、うん、ウレーニャ選手をファーストで使ったからって言って、まあ打力がめっちゃ上がる可能性があるかって言ったらそうでもないし、現状まあ門脇選手が状態あまり良くないと。まあ出口選手も率はまあ低いんだけど、まあ、いい場面で結構打ってくれたりするというところがあるんで、門脇選手の打席数を確保しながらね、うん。あんまりこう、なかなかこう、なんて言うんだろう。試合に出ずに、ちょこっと出されて、状態を上げていくっていうのは非常に難しいことでもあるので、だったら、まあ、門脇選手をサードなのか、ショートなのか、そこは、逆転、どっちでもいいんですけども、打席数を確保させながら状態を上げていくっていうのも、僕は必要じゃないかなというふうに思うし、まあ、門脇選手はね、やはり、まあ、なくてはならない選手だと、僕は、そういうレベルの選手になって、なりつつあるのかなというふうに思うので、まあ確かに状態は悪いし、ショートでもね、今7個エラーしてるのかなっていうのはあるんだけど、そういう打席数を確保させながら状態を上げさすっていうのも、僕はオプションとしてありなんじゃないかなっていうふうに思っております。で、じゃあなんでウレーニャ選手上がってきたのっていう議論もあると思うんです。で、実際ね、僕も2軍の選手の成績を見たんですよ。ただ、やっぱり見たんですけど、正直2軍の選手で、まあ前も言ったかもしれないけど、ほんまにこの選手一番いいわって、1軍行ったら活躍するわって、状態いいですよって、多分胸張って言える野手がいないんですよ、ほんまに。で、ウレニア選手も率も2割3分弱ぐらいだったと思うんですけど、結局他の選手もそんな打ってないし、うん。で、OPS とか見ても、ウリーナ選手は上位の方に2軍のね、野手で言ったらあるし、っていうところで、まあパリーグのね、交流戦なんで、まあもともと楽天にもいたしっていうところで、まあ上げてきたのかなっていう。まあ安倍さんもね、まあ実際、まあ僕もウリーナとも一緒にやってますけども、
実際、まあ、いい選手ではあるんですよね。で、安倍さんが、まあ、惚れたというか、まあ、いい選手やと思って、楽天からまたこう、取ってきたっていう経緯もあるんで、そういったところで、まあ、X とかで、まあ、愛人枠とか、なんかこう、ひいきやとか、ウレーニャには優しいのに、なんか、秋色にはめっちゃ厳しいとか、なんか、いろいろあるんだけど、まあ、秋色選手の成績も見ても、なかなか上がってきてないしっていうのがあるので、うん、まあ、一旦の、まあ、一軍昇格っていう感じでね、うん、やってるんであれば、まあ、仕方ないというか、まあ、そういった選択もあるのかなというふうに思うんですけども、まあ、先ほど言ったように、まあ、結論またもう一回戻りますけども、まあ、ウレーニャ選手を一塁で、まあ、フルで、スタメンで使うっていうのは、ちょっとどうなのかな。じゃあ、それをするぐらいだったら、まあ、大城さんファーストとか、でやったりとか、秋広選手をファーストとか、で、ファーストはカズマのままで、サードショートを伊豆口門脇で、回すみたいな感じでやった方が、うん、いいのかなっていうふうな、ところが僕の意見でございます。はい、そんな感じでね、今日はね、岡本サード、ウレーニャファーストというところで、ちょっとお話をしていきました。結構ね、その X とか見てると、非常に議論がね、いっぱいされてたんで、今日はね、この話題をしようと思って、やらせていただきました。まあ僕もどっちかっていうと、まあ皆さんの意見に、まあ、賛成というか、皆さんの意見に近いところではあるんですけども、まああの、2軍の選手もね、なかなか状態が上がってきてないというところで、うん、それの方が僕は結構問題かなっていうふうには思ってて、うん、やはりウレーニャ選手が上がってきてなんかこう批判したりしてる人もいるんだけど、実際2軍の成績、野手の成績見てもみんなが良くないから、まあ、苦渋の決断というかね、なんかこう消去法な感じで上げてきたんかなっていう感じはするので、そういったところもやはり1軍と2軍のその供給と需要のバランスっていうのもあると思うし、やはり2軍はね、まあ勝負に勝つっていうよりかは、やはり2軍でしっかりこう鍛錬を積んだりとか、状態を上げて1軍でしっかり活躍するっていう役割の方が僕は大きいのかなというふうに思ってるんで、2軍の選手もね、しっかりね、僕も成績チェックしながら、動向もね、見ていきたいと思っております。はい、そんな感じで今日は終わっていきます。いつもありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わっていきます。じゃあね、バイバイ。